こんにちは、Gです。今回は Linux の日本語入力のお話。どの日本語入力がいいのか、複数の環境で試します。日本語入力のインストール、利用や機能比較のご紹介です。45年ほど前、カナ漢字変換を搭載したワープロが東芝から発売されました。カナ漢字変換こそが革新的な発明でした。この方式が日本語入力の原点と言えます。実は動画が長くなったので、今回は2回に分けてお届けします。まずはマンジャロで、次回は Ubuntu を予定しています。Windows では Microsoft IME、Mac では日本語 IM と呼ばれる日本語入力システムが標準添付しています。Linux でも古くからインプットメソッドは数多くありましたが、大半は開発中止になったり消えてしまいました。インプットメソッドの仕掛けは画面のように文字入力を支援するインプットメソッドフレームワークと文字変換を行う日本語入力システムで構成されます。ところで、インプットメソッドフレームワークは言いにくいので、以降 IMF と略語で呼ぶこととします。要は文字入力の制御と変換システムの組み合わせですね。例えば一つの IMF に日本語、中国語のように入力システムを複数入れることもできます。2023年時点で Linux 用 IMF は多くありません。メジャーなのは Pytex と iBus ですね。それ以外にも UIM とか XIM というのがあるんですが、情報が少ないとか XWindow 専用だったりで今から使い始めるのはおすすめできない。 Pytex が最も広く使われている IMF と思います。もともとは中国語入力用に作られ、フリーチャイニーズインプットツールオブ X の略で Pytex。 その後発展途上で中国語専用と誤解されないように名前を変えよう運動が起きたんですが、まとまらず好きに呼ぼうぜということになりました。 iBus もよく使用されている IMF です。 GNOME で標準採用された時期があったからです。ただ利用者は減少傾向にあるようで、理由は後で解説します。 Linux の日本語入力システムでメジャーなのは Mozq と ANSI です。日本語入力システムはカナ漢字変換を行う変換エンジン。 Google が提供するインプットメソッドに Google 日本語入力があります。 Windows、Mac、Android、Linux などマルチプラットフォームで動作します。 Google 日本語入力のオープンソース版が Mozq と呼ばれます。 ANSI は2000年から開発されていますが、16年前にオリジナル開発者による開発は終了。以降複数の管理者によって保守管理されています。素の状態では Mozq の方が圧倒的に変換効率がいい。理由はウェブ検索技術を応用した変換ロジックで、流行語も誤変換が少ない。候補表示での用例など入力支援機能は ANSI を圧倒しています。
でも好みは多様なのでとか綺麗事は言いません。日本語変換では操作性と変換効率が全てですよね。 IMF を Phytex と IBAS、 インプットメソッドを MOZUK と ANSI の2種類とすれば、それらの組み合わせは画面のように4種類になります。ただ Linux のディストロによってサポートされていない組み合わせがあるので、どのディストロでも4種類が使えるわけではありません。各種日本語入力システムをインストールして比較します。テストにはラズベリーパイ4GB を使用。 Linux ディストロは画面の最新版のマンジャロを使います。デスクトップ環境は KDE プラズマです。画面の URL からダウンロードしてください。エッチャーで SD に焼いて初期設定を行います。この手順については過去動画で繰り返しご案内済みです。マンジャロでは Phytex MOZUK または IBAS ANSI が推奨されています。Phytex ANSI は公式版があるんですが非推奨です。 IBAS MOZUK は AUR 版が X86 版だけあって ARM 版はありません。よってラズパイでインストールできるのは画面のように、 Phytex MOZUK、 Phytex ANSI と IBAS ANSI です。 IBAS ANSI から始めます。インストールはターミナルで画面のようにタイプします。続いて画面のようにセットアップコマンドをタイプ。バッシュ RC への追記が必要と表示されますが、これトラップなのでやっちゃダメ。画面のようにタイプしてバッシュ RC ではなく X プロファイルファイルを開き、画面の産業を文末に追記して再起動します。設定の中に IBAS の設定という項目が追加されます。これがターミナルの IBAS セットアップコマンドで起動するアプリです。続いて IBAS が自動起動するようにします。 KDE システム設定を開き、起動と終了を選択。自動起動のアッドボタンからアッドアプリケーションを選択。ファイルアイコンをクリックしてファイルダイアログを開きます。ルートから画面のパスで IBAS デーモンを選択します。入力の切り替えはスーパープラスシフトキーです。半角全角キーでの英語ひらがなの切り替えが基本で、他の入力は手動で切り替え。ショートカットキーの設定もあるんですが、私の環境では動作しませんでした。いくつか文字入力してみますね。誤変換の傾向がわかると思います。ご覧のように文字入力時にキャレットが入力開始位置に固定化されます。それと後方ウィンドウの表示は単語だけで、文節や要例はありません。これらは好みの分かれるところじゃないでしょうか。このデモはディスプレイマネージャーを X ウィンドウで起動しています。 Wayland でも動作できますが、一度手動でひらがなを選ぶ、または IBAS 設定を開かないとひらがなにできないことがあるなど、若干の不具合があります。それからひらがなモードで設定ANSI を選ぶと、
事象タブが選べますが、一般事象は動作しない。これバグというより使い物にならない。次はファイテクスアンシーなんですが、これ試す意味がないでしょ。アイバスアンシーの評価でアンシーの変換があまり効率的でないと分かった以上、ファイテクスとの組み合わせを確認する必要を感じませんのでパスします。はじめにアイバスアンシーを削除します。ターミナルで画面のようにタイプ。続いてファイルマネージャーでホームの階層を表示して、隠しファイルを表示して .x プロファイルを削除します。ターミナルで画面のようにタイプしてファイテックスをインストール。ファイテックスじゃなくファイテックス5なのは XWind、Wayland 両方に対応しているからです。続いて画面のようにタイプして画面の産業を文末に追記して保存。一度リスタートします。アイバスを削除した場合だけモズクの指定が必要になります。 KDE システム設定で地域の設定を選び、入力メソッドをクリック。入力メソッドを追加をクリックしてモズクを選択。グローバルオプションを設定をクリックして日英の切り替えキーを指定します。入力の切り替えはグローバルオプションで指定したキーになります。入力メソッドのモズクで設定をクリックして、設定ツールのキー設定で各種ショートカットが設定できます。入力補助タブでシフトキーを押しての入力はかなになるようにしました。アイバスアンシーの時と同じ文字入力で変換を比較してみます。モズクでも誤変換はあるんですが、アンシーとは比較にならないと感じます。また語彙が圧倒的に多くて用例も表示されています。まとめです。アイバスアンシーはおすすめできません。理由はいくつかあるんですが、語彙が少ない、つまり元辞書が小さいのかも、用例が表示されない、またはないのかもしれません。それから辞書が使えない、これはアーム版だけの問題かもしれませんが、正直アンシーは終わってると感じました。ディストロを問わず Linux ではファイテックスモズク一択なのかもしれません。ただ Google 日本語入力の Windows、Mac 版と比較してオープンソース版のモズクは誤変換が明らかに多いですね。ご覧いただきありがとうございました。久しぶりの動画公開です。野暮用でしばらくは毎週公開できないかもしれません。夏の帽子を買いました。パナマハット風の安物ですけど、趣味で帽子がたくさんあるんですが、置き場所に困っています。プラスチックの帽子スタンド使いなので横に並べるしかありません。でもそうしないと
つばの部分が歪んじゃう。私いつも帽子かぶってるのは置き場所が。ではまた次回。